今日はエナとレミの誕生日なので料理作っていきたいと思います。今日はグラタンと肉巻きと、あとはレミのリクエストの寿司買ってきました。グラタンと肉巻きを作っていきたいと思います。早速まずはブロッコリーを切っていきます。このブロッコリーはグラタン用です。今度はアスパラを茹でて巻いていきます。これにネギも入れます。今回はアスパラとネギの巻き物です。巻きました。はい、巻きました。これをじゃあ次焼いていきたいと思います。はい、あとは焼いて待つだけです。はい、エビ買うの忘れました。なので今日は鶏肉のグラタンにしたいと思います。うわー、焼きました。グラグラ、はい、これにチーズをのけていきます。あ、ウインナーも余ってたのでウインナーも入れました。じゃあ焼いていきたいと思います。今回はですね、お寿司もあるんですけれど、エナさんが食べれないので、エナの食べれる卵とたらこの寿司も作っていきたいと思います。はい、これで押して、なかなか難しいですね。のりを巻いて、はい、おかえり。はい、ちなさんが帰ってきました。納豆巻きある？ある。納豆巻きは今日は買ってきました。どうこれ見て、取れそう、やばい。ちなも卵食べる？納豆巻き？どっちも。今日はんだけど、ちなはた、あの、誕生日じゃないからね。ちな食べれるのなくても大丈夫だよね。グラタンあれば十分でしょ。はい、これも。これで完成です。お、グラタンも焼けた。じゃん。どうよ。美味しそうでしょ。まあ、いい匂い。とても楽しみにしててください。お寿司もなんとか完成しました。今ゆで卵を茹でてます。卵あとこれで完成にします。みんなお腹空いてるみたいな。これで完成だから、お寿司です。お寿司の登場です。どうぞ。今日は寿司三昧だから、あのレミのリクエストで、こちらがこれです。美味しそうですね。いっぱい食べてください。はい、じゃあ今日はですね、はい、エナとレミの誕生日パーティーってことで、だけど主役の、はい、あのレミはいるけれど、今日はエナさんはまだ学校から帰ってきてません。なんかさっき LINE が来た、友達にお祝いしてもらうから遅くなるって。とりあえず食べますか。はい、今日レミのリクエストの寿司だよ。はい、あとグラタン食べていい？うん、食べよう。いただきます。お腹空いたでしょ、部活帰りで。うん、これママの手作りなんですけど、それから行ったの。うん、レミあの寿司あれとかサーモンとか食べれるでしょ。うん、サーモンとか食べて、え、何それ残しといて。うん、どう？何食った？おいしい。おいしい？何食べる？何それ？タラマヨ。13？ うん、早いね。え？ってことはパパと10個って20個違いってこと？レミ30違いでしょ。ああ、そっか、30違いか。引き算もできないのだ、この人。13？ 13なの？本当に 13？ ってことは23歳の時に生まれたってことね、あなたが。え？
今の話は なかったことにして。レミ、うん、こっちえ何残しといてよ。卵とかタラマヨとか。あ、いいな。アナゴあるよ。いいよ、食べる。今日レミが主役だからね。あの、どうですか、アナゴ。美味しい、甘くて。これママ作った寿司なの。え、どれ。いや、もちろんこれは作ったよ。いや、下の方は作ってないけど。また何思った。なんでこんなさ、うまいものママが作った。失礼じゃない、それ。作ってる人に失礼だよね。まあ、見た目と。ママが作ったのも美味しいか。チナ、チナの誕生日、パパにリクエストしておけば、何が食べたいって。パパ作ってくれるかもしれない。何食べたい、パパの。納豆巻き。なんだっけ、パパの美味しかったやつなんだっけ。あのママの誕生日の時。カレーでしょ、カレー。シチュー。いや違う、シチューは作ってる。あのあれ、ミルフィーユ鍋だ。あ、ミルフィーユね。そう、ミルフィーユ鍋が美味しかったよ。えちのシチュー、うん、シチュー、シチューどういうシチュー作ってたっけ。カレーとは手で作ってて。意外にあんじゃん、うん、美味しいやつ、うん、それじゃあまたお願いします。全部、全部当たりでしょ。だって外れたのなかったよね。だからパパの方が料理うまいってことでしょ。カレーもシチューもラーメンもだ美味しかったでしょ。うん、まあ材料見てからは。なんか材料アドガラの水だけどね。確かに、うん、確かアドガラ水で火入れるけど。カレーにね、何入れてたっけ。トマトの、あ、トマトの缶、トマト缶とかコーヒーも入れてたっけ。ポテトチップスみたいな、うん、あー、そうだ、アッペリゼ。え、あれカレーに入ってたんだっけ、ポテチ。当たり前じゃん、うん、あれ何、自分で考えたの。いや、あのネットで見やる人さ。マジ？いろいろ情報を集めて。でもうまかったよね。うん。でもみんなはトマト嫌いだったから。あれ見たかったん、うん。でもそれ見る前は美味しいって言ってたじゃないの。うん、だからトマトっていろんなほらものに入ってるから、トマト単体では食えねえかもしれないけど、無理して喋んなくていいよお前。辛いんでしょ。わさび。辛くて隠してるだけ。いや無理して、だからちゃんと飲み込んでから食べればいいじゃん。だから隠す必要ないじゃん。そういう年頃なんですよ。食べてるとこを見られるのが恥ずかしいってことは。それだけほら、もうあれなんて、大人になってきて近づいてきてるってことなんだよね。江田さん帰ってきました。おお、はい、はい、今日はこのシャトレーゼのケーキです。今年のケーキはこれです。エナ&レミ。はい、じゃあママが火をつけてあげますよ。あ、いや、レミが後ろ前になってるね。レミがつけるの。うん、はい、じゃあお願いします。俺が作っちゃうね。いい、でもね、やっぱりレミさ、ボッていくよ、ボッて。大丈夫。自分の誕生日に自分でつけるんですか。誰かからつけてもらった方が良かったんじゃない。いいじゃん、つけてって一応なんで。今日日のさ、はい、授業したからさ。あ、そういう意味。理科でか、うん、そう、理科。日っても何だったっけ、もう忘れてもった。実験でしょ、日の実験。そう、はい、じゃあちーさん、ちーさん、着いたから電気消してくれませんか。はい、さん、はい。くれないに染めて、このハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーティアレミエナ、ハッピーバースデートゥーユー。はい、おめでとう。はい、はい、おめでとう。素晴らしいね。いい絵が撮れました。いい絵が撮れました、はい、ちょっとママも写メ撮りたい。その前に、潰す前に写メ撮っていい。かわいい。でもリボン食べ、あ、そっか、リボンは誕生日か。今月、うん、誕生日だったんだ。リボン7歳になったんだ。今月3日。ああ、そう、2日だよ。エナなんてもう16だよ、うん、ああ、ね、今日もなんて、うん、早いね。
もうみんな重大なんだもんね。あんなちっちゃかったちなも来月でも11歳。うん、ちな、レミプレゼントって言ってるよ早く欲しいんだもん、プレゼントあれと思う。うん、ないは残念だね。ひどないあるわけねえじゃん。ねだ、これがプレゼントなんじゃないの、あのこの寿司が。寿司とケーキがね、くれない、そうまたこのレミを慰めるやつはもういない、もう二度とお前にはタンプレはあれもあげないことになった、そういう木村家の決まりだ。めっちゃ字余りだじゃんじゃあちな、レミ泣きそうだから持ってきてあげて、ちいさん。いや、何やあんのかよ、何不適されてんの、くれないに染まっただろリボンなんかリボンもくれないに染まったか、うん、そう、染まってる。慰めるやつはもういないと思ったら慰め合ってるね。そっちがレミ、うん、そっち、そう、多分、多分ね。はい、今年のプレゼントはそれだけです。それです、それですね。はい、私からのプレゼントです。どうぞ。全員からのプレゼント。え、すごい、めっちゃあるじゃん。え、すごい、めっちゃあるじゃん。今年はですね、あのあなたたちの年の分のプレゼントなので。え、すごい。この間 YouTube にアップロードしたんですけど、あのお前ほん…死んじゃん、レミ、あのイヤリング入ってるよ。レミ昨日イヤリングなくしたとかって言ってなかった、あの遊びに つけていって。これでしょ。あ、そうそうそうすごいショック受けてたよね、どっかにイヤリング落としたとかって。でもそれ欲しがってたよね、それ欲しいとかって言ってたよね、うん、それどこにあの貼るの。地面に貼る地面え、何地面に貼るって、地面なんて家にないし。これさ、ね、前さ友達とさ100均取る気にこれ欲しいなと思ったけど、あ、そうなの、これ買わなかったよ。よかったね、ちなよかったね、買ってね。すっごい、何これ、随分喜んでるじゃん。うん、いいんだよ、こういうのが一番嬉しいんだよ。見なかったんだ、見てないの。何も、あ、何も分かってないじゃねえか。うん、分かってないよえ、でもこれも欲しいって思ってたんだけど、うん、その写真あるよ。パックとかすごい欲しがってたじゃん。この写真ババのスマホにあるよ。なんであんの。え、わかんねえ。レミがパックしてるところとか、なんであんの、なんであんの。はい、あ、そっか、前撮られてたわ。マジで、なになになに、これ怖いんだけど。前撮られてたわそれやばくれない、今日のくれないは本日だ。聞いてなかったけどね、ハッピーバースデー歌ってたから。いや、いいじゃん、ハッピーバースデーだよ。どういう匂いなの。ちょっと匂い嗅いでみよう。よかったね、ちな、うん、喜んでもらって、おめでとう、うん、うん、あ、めっちゃこの匂いいい匂い。誰の匂いしますか。大連の匂いする。うっせえバカ者基本トランティ、あの、な、それにつけてんのが大丈夫。うつけてない、洗濯のさ、洗剤の匂い。洗剤の匂いじゃねえか、じゃあそれも。洗剤じゃねえ。バーン。よかったね。うん。ちな、よかったね。喜んでるよ。しかも知らなかったっていう。スマホ持ってる。嬉しいんだもん。YouTube を見てなかったの。YouTube 見てみ。つけてみるわ、これ。何も聞いてみる。YouTube でね、実は、あの、もうあの、ちなが、
選んだ動画アップしてんだよ。そうなん、うん、見てみて今度。分かった。自分の動画見ないでしょどうせ。あの違う人の動画とかは見てるみたいだけど。うん。早速もう気に入ってますかそれ。うん。ああ、シさんよかったね。レミ最近こういう系だもんね。こういう系にめっちゃハマってるよ、ね。それつけてどこに行くの？ん？それつけてどこに行くの？ダイレントデートに行く。